皆さん、こんにちは。間違いなく日本を代表するシンガー、玉置浩二さん。かつて自身でも、もし音楽のオリンピックがあるとしたら、日本代表は俺だなと言ったそうです。そんな玉置浩二さんは事実婚を含め、5人の女性と結婚し4度離婚しています。離婚の原因のほとんどは、玉置浩二さんの病気が関係しているそうです。今回は、玉置浩二さんの結婚遍歴と病気、音楽界での活躍についてお話ししたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは玉置浩二さんのプロフィールをご紹介します。本名、玉置浩二、生年月日、1958年9月13日、出身地、北海道旭川市、身長、177cm、血液型、A 型、中学2年生の時に、転入生だった竹澤豊さんと、ロックバンド、安全地帯を結成。1974年、中学を卒業後、北海道旭川農業高等学校を入学するも、プロミュージシャンを志して、すぐに退学してしまいます。その後、廃屋を買い取ってスタジオへ改装し、安全地帯メンバーとの共同生活を開始しました。1981年、井上陽水さんのバックバンドとして上京し、1983年まで井上さんの全国ツアーに帯同しました。一方で、1982年2月25日に、キティレコードズより、萌木色のスナップで、メジャーデビューを果たします。1983年、シングル、ワインレッドの心が、大ヒットします。その後、1984年から1987年にかけて、スマッシュヒットを連発し、安全地帯は、80年代を代表するバンドとなりました。玉置浩二さんの歌唱力については評価が高く、日本で最も歌唱評価されているミュージシャン、山下達郎、日本一歌がうまい、小袋、黒田俊介、天才であり、最も尊敬するミュージシャンの一人、ミスター・チルドレン、桜井和俊、自らの音楽活動に多大な影響を受けた、生き物係、水野良樹と、日本を代表するアーティストたちからも、絶賛されています。実際、TBS で放送された、水曜日のダウンタウンで、音楽のプロ200人が選ぶ、本当に歌がうまいアーティスト特集。でも、玉置浩二さんは堂々の1位でした。普段からアーティストの生歌を聴いている、音響スタッフ、ミキサー、ボイストレーナーなど、200人による投票、アンケート企画で、信憑性も高い中での結果となりました。トップとなった玉置浩二さんへの評価は、ロングトーンがすごく安定して伸びが良い、言葉の伝え方が日本一、並外れた歌唱力、リズムの正確さと歌に余白がある、歌に感動させる力がある、遊び心がある、CD と生歌の声が同じ、修正がいらない、世界観が素晴らしい、といった絶賛する内容ばかりでした。玉置浩二さんが発表した曲はいずれも名曲揃いです。安全地帯時代とソロ活動時代、それぞれに名曲がずらりと並ぶため、順位をつけるのも難しいと言えます。ネット内でのファンの声でも、好きだからこそ順位がつけられない、という意見が少なくありません。コンサートで聴きたい曲、第1位、田園、2位、ワインレッドの心、3位、恋の予感、4位、青い瞳のエリス、5位、悲しみにさよなら、といった順番になっています。しかし、メロディー、夏の終わりのハーモニー、あの頃へ、なども後ろには控えています。つまり、どの曲も完成度が劣るものではありません。玉置浩二さんの色気たっぷりの歌声を、コンサートで聴くのは、また格別でしょう。芸能評論家の蛭間正明氏曰く、いい曲を作るために、恋愛対象を必要とする恋愛至上主義の芸術家、ピカソやチャプリンと同じ、恋愛対象がいるからこそ、繊細な男心を歌い、聴き手を癒してくれる、誰もが認める天才、と言われる歌唱力を持つ玉置浩二さんですが、常軌を逸した行動から、
何か病気を患っているのか、薬に手を出したと噂されていました。実際に玉置浩二さんは精神疾患で入院経験があります。自身の反省本で公表した内容によると、玉置浩二さんは統合失調症だったそうです。仕事上のトラブルや周囲の人間関係で精神的に参った玉置浩二さんは病院で入院していた時期があったそうです。しかし終日薬漬けで眠りっぱなしの治療方針に反発し、北海道の実家へ帰郷して静養した玉置浩二さん。そんなある日、母親から心の負担を軽くする言葉を投げかけてもらったそうです。それは、そんなに音楽で悩むなら音楽やめて一緒に農業をやろうという一言でした。そして北海道で友人たちに助けられながら自然と触れ合ううち、精神状態が回復に向かったのだそうです。それを表現したのが、歌手として復帰した際に手がけた田園の生きていくんだ、それでいいんだという歌詞で、まさに玉置浩二さんの自らの経験が元になっています。とはいえ、復帰後も玉置浩二さんはコンサートでのトラブルなども引き起こしており、まだまだ不安定な状態で、病気は躁鬱、双極性障害とも言われており、本人の体調とも相談しながらの状況が続いているようです。1991年、俳優の薬師丸ひろ子さんと結婚した玉置浩二さん。二人が交際をスタートさせたきっかけは、1987年10月発売の楽曲「胸の振り子」の作曲を玉置浩二さんが担当したことでした。その後二人は1991年に挙式を挙げましたが、1998年6月5日に開催された薬師丸ひろ子さんの34歳の誕生日パーティーの終盤に、玉置浩二さんが生き方を別々にする、心は通じ合っているとの表現で離婚を宣言しました。薬師丸ひろ子さんと玉置浩二さんは約7年間の結婚生活にピリオドを打ったのです。なぜ離婚に至ったかの真相は双方の口からは語られていません。玉置浩二さんの家庭内暴力が原因だとか、玉置浩二さんと薬師丸ひろ子さんの親との折り合いが悪かったのが原因とか、いろいろ噂されてはいます。京都内の高級住宅地に建てた豪邸で、薬師丸ひろ子さんの両親との二世帯同居だったようですから、双方いろいろとストレスがたまった末の結果とも思えます。ただ週刊朝日2013年12月13日号内の林真理子さんとの対談の中で、玉置浩二さんは、俺今会いたいんだよな薬師丸さんにと語り、薬師丸ひろ子さんが当時出演中だった映画を見に行って感動して泣いたと吐露しています。そんな玉置浩二さんの結婚歴を見ると、長いキャリアのほとんどを既婚者として過ごしています。男前で才能豊かな玉置浩二さんは若い頃からモテモテなので、むしろ結婚して一途になっている時間が長く、結果的に遊んでいる女性は少ないのです。1983年の若手時代の一般人女性を皮切りに、離婚した5年後に薬師丸ひろ子さんと再婚、離婚した1年後にミュージシャンと再婚、さらに再婚した2年後に石原真理子さんと事実婚状態、石原さんと破局した1年後に青田のり子さんと再婚したという流れです。最初の結婚の1983年から最後の結婚の2010年までの27年間、独身でいたのはわずか7年間だけです。ちなみに石原さんは玉置さんが自分と別れてすぐに青田のり子さんと熱愛が報じられると怒りモード。ブログでは一方的別離、人として未解決なことありますと玉置さんを批判していました。玉置浩二さんの現在の嫁青田のり子さん、実は彼女が20歳の頃に3ヶ月から半年ほど交際していたことがあったそうです。再会して復縁したきっかけは、過去のメンバーと連絡してる際にバンド時代に交際していた彼女のことを思い出し、青田のり子さんは何してるんだろうと気になって連絡したのが再会した理由です。数十年ぶりに復縁し、交際2週間で結婚、
順調な結婚生活と思われるお二人ですが、2011年には週刊誌「週刊女性」により別居していると報じられました。さすがに過去のことから離婚が秒読みではと思われていました。結婚後、青田のり子さんが公私ともに常に玉置浩二さんをサポートしていましたが、ツアーが終わった玉置浩二さんはかけがえのない何かを失ったかのように塞ぎ込み、青田のり子さんを避けるようになったそうです。一方、浮き沈みの激しい玉置浩二さんに青田のり子さんが好かれたのではないかと言われていました。さらに石原真理子さんの暴露本にもあったように、玉置浩二さんが青田さんに DV をしているということが報じられていました。関係者によると、玉置はキレると青田に暴力を振るっていますよと言われていました。しかし現在では2人は離婚せず、毎日キスをしている、2人で朝のウォーキングが日課というように仲良しのようです。いかがでしたか？すでに結婚して10年以上が経過しているので、玉置浩二さんの過去の結婚生活の中で最長となりました。病気の行方はまだまだ心配ですが、天才的な歌唱力に磨きをかけ続ける芸術家青田さんの寛容な愛情によって、一流歌手として夫として輝いているのかもしれませんね。玉置浩二さんの今後の活動に注目していきたいと思います。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。